皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は中学歴史、壬申の乱はなぜ起きたかということについてお話しします。壬申の乱は古代日本の最大の内乱と言われていますが、教科書では壬申の乱は天智天皇の死後の天智天皇の弟大天の皇子と天智天皇の子大友の皇子の皇位をめぐる争いで勝った大天の皇子が天武天皇になって政治を行いました。4行くらいしか書かれていないんですね。古代最大の内乱というのに4行では寂しいですね。ですからもうちょっと詳しく説明していきます。この大天の皇子、天智天皇の弟で天智天皇の政治を支えた人物です。手伝ったんですね。でも日本書紀の中にはこの都が近江に移ってから、この近江の都を大津京というんですけど、そこに移ってから初めて名前が登場するんですね。そして助明天皇と光玉天皇の子供ということになっていますが、このこともちょっとね、不思議なことがあるんですよ。それは後ほど説明します。そしてもう一人の人物、大友の皇子、こちらは、天智天皇の子で、お母さんが地方豪族の出身で身分が低かった。でも頭は良かったんですね。で当時ね、中大兄皇子、天智天皇が政治をやっていた時、ね、どんな、なっていたかというと、実は地方豪族の不満が高まっていました。なぜかというと、まず都を飛鳥から難波、そしてまた飛鳥、そしてつくし、もう一度飛鳥、そして近江、こんなふうに都を移していって、工事に駆り出された庶民とか豪族はね、この工事してる間は自分のやりたいこと何もできませんから、不満を募らせていたんですね。その不満がボン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 とこうね、溜まっていったんですね。さらに670年に全国的戸籍公五年籍というのができるとね、朝廷が徴兵とか徴税が行いやすくなったんですね。ね、兵隊に行かなきゃならない、兵隊に行きたくないのに行かされるとか、で今でもそうですけど、税金を払いたくないんだけどできちゃったから払わなきゃならないとかね、こんなことでも不満が募っていきました。そういう時代でした。そんな中、天智天皇は最初大天の皇子、ね、自分の弟に皇位を継がせるつもりだったんですね。ところがこの大友の皇子、頭がいいので成長するとそれを見ているお父さん、ね、子供が可愛くなってきたんですね。そこで心変わりがします。で671年にですね、大友の皇子が政治の最高責任者、太政大臣に任命されます。そしてその時大天の皇子は、ね、何の役職にもつかなかったんですね。つまり後継ぎから外されたね、次の天皇は大友の皇子だよということを天智天皇がみんなに示したわけです。でもその天智天皇、同じ年に671年に病気になってしまいます、ね、病気になるとやっぱりいろんな不安がありますよね。大友の皇子に次の天皇になってほしいんだけど、大天の皇子もいると、こいつどう思ってるんだろうと思って、病気になって寝ているその枕元に大天の皇子を呼びます。そして気持ちを確かめたんです、ね。大天の皇子に向かって、
天智天皇が、私の命はもう長くない、だから次の天皇にはお前がなってほしい、とこんなふうに言ったんですね。もちろん本心じゃないですよね。それを聞いた大天皇子、あ、これは心を探られているっても気づいて、いえいえ、私は天皇になるつもりはありません、ね、どうぞ、大友の王子の母親、お母さんを天皇にして、大友の王子を皇太子にして政治を行ってください。私は僧になって、お坊さんになって、田舎に引っ込みますから。もし天皇になりますよって答えてたら、そこできっと殺されちゃってたんでしょうね。そう言って大天皇子が、ね、髪を剃って僧になって吉野に移りました。で、ある書物でこの時大天皇子は24歳だということが書いてあるんですね。24歳だとすると、実はね、蘇我氏を倒した、滅ぼしたあの一姉妹ですね、イルカとエミシ、ね、この二人を倒した一種の変の時には、この大天皇王子は生まれていないことになります。それから2年経ってから生まれたという計算になるんですね。そうすると、この除名天皇と光玉天皇の子であるというのはおかしいんです。なぜかというと、一種の変の時にはもう除名天皇は亡くなってこの世にいないわけですからね。そんな不思議なこともある、それが大天皇子なんですね。そして吉野に移っていきます。今の奈良県の吉野ですね。そしてその年、天智天皇が亡くなりました。そうすると、翌672年に大友皇子は天智天皇の陵、お墓ですね、天皇のお墓を作ると言って、人と武器を集めます。お墓を作るのに武器はいりませんよね。なぜ武器を集めたかと言ったら、もちろん自分が天皇になるのに邪魔な大天皇皇子を殺すためです、ね、これを知った大天皇皇子、ね、殺されてはたまりませんから、今度は吉野から自分の領地、実は吉野はね、自分の領地だったんじゃないんですね。吉野は、ね、お坊さんとしてひっそりと暮らしていた土地で、自分の領地ではありませんでした。領地は実は美濃だったんですね。この自分の領地の美濃に向かって、そこで兵を挙げます、ね、大友皇子を倒すための兵を挙げるんですね。この時、天智天皇の政治に不満を持っていた地方の豪族が大天皇子の味方についてすごい数になります。そしてこの近江大津京を攻めるわけです。そして約1ヶ月の戦いで勝って、翌673年大天皇皇子は天皇になって、天武天皇ねになって政治を行うことになりました。これが壬申の乱の流れです。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。